東京英和学校は、青山学院の前進校、メソジストの指導者を多数輩出した、時計台のある神学校とも呼ばれた。青山学院青山キャンパス内フィランダー、スミスビブリカルインスティチュートの石碑がウチャーホール、現存せず、東京英和学校は、1878年に、ジュリアス・ソーパーが築地一丁目に設立した男子校、公共学者が起源である。 同校は千八百八十一年に東京映画校に校名を変更。また、千八百七十九年にロバート・エス・マクレーによって設立された男子校、美海人学校が千八百八十二年に東京映画校に合同する。その後、ジョン・ウェイフ・ガウチャーの寄付により開拓市の自主権上第2肝炎跡地を購入し、千八百八十三年に 東京英学校は赤坂区青山南町に移転し、東京英和学校と改称した。その後、大家主義が衰えを見せ始めたことで、公明に英の文字が入っていることに反感が出たため、青山の地にあるということで、1894年、二代目委員長の本田洋一の時に青山学院と公明を変更する。1927年には、 道来スクーンメーカーの女子小学校を起源とする青山女学院と合同し、現在の青山学院の基礎となる。予備学部、高等普通学部、進学部があったが、進学部は後に日本神学校、日本ルーテル進学専門学校などとともに日本東部人学校に統合された。東京英和学校は戦前の在会、教育会、 宗教界で有力な人物を輩出した。当時、東京英和学校は、時計台のある神学校とも呼ばれた。それは1886年建築の、フィランダー・スミス・ビブリカル・インスティチュートという建物があったためで、ある。それは、レンガ3階建てで、中央の先頭は、文字盤が4面にはめ込まれた、時計台となっていた。この建設にあたり、ロバート・エス・マクレイ総理が、 募金運動を行い、その募金によって賄われた。当時としては珍しい美しい洋風建築が人目を引いたと伝えられる。しかし、関東大震災で大破した。東京英和学校は外国人の教員も多かったため、日本で最も初期に野球を行っていた数少ない教育機関の一つであった。東京英和学校の後ろ身の青山学院は、 東都大学野球連盟に加盟している。ありがとうございます。